いや、それは僕の友達の芸能界の人たちはみんな嫌がってますよ。晒されるようなネタや行為をすると、うん、そういう風になるという。詳、うん、しい答弁しましたね。しましたね。はい。うんまあ、うんどういう風にこれからやって、 行くのかについては、僕も彼がどういうふうにやっていってほしいかっていう考えは僕の考えですけどね、ありますけど。まあ、彼は彼の考えでやると思いますけど、そうですね。どうなっちゃうんだろうね。なんか、いろんな人の、なんだろう、あの、ツイートとか、YouTube 見てると、ね、ああいう暴露系が本当に、 テレビとかでも放映されるようになるっていう話もね、話もですよ。そうなるか知りませんけど。あの、出てますし。まあ、どうなるんでしょうね。前例がないですね。だけどね、あの、NHK 党の選挙活動とか、N 党の選挙活動とか、ガーシーのまあ政権放送っていうのかな。ああいうの見ていて、 うん、なんかやっぱり時代が変わるときっていうのは、そうやって変わるために出てきた人たちっていうのは、どこか異端者に見えるんじゃないかなと。うん、今まで通りのやり方で、今まで通りの人が出てきたら、革命は起きないんじゃないかなっていうのは、少し考え、考ええー、させられましたね。だってね、今までのいろんな政党と同じような、 ことを掲げて出てきても、若い人たちの気持ちには響かないし、きっとあの、いつも、あの、歴史上革命を起こしていくのは若者たちからですから、もしかしたらですよ、その、明治維新とか、革命を起こした人たち、今では英雄になっていますけれども、知らない人は僕は、僕のあの、推測であり適当であるかもしれないんで、信じなくていいんですけど、あのー、 当時はですね、ものすごい異端児だとか、うん、そういうふうに見られていたのかもしれないなと。そしてそういうところから、えー、不正を直す。例えば、うん、ガーシー曰くですよ。僕曰くじゃないですよ。ガーシー曰くはそういう芸能界やそういう経済界のそういうことをしている人たちの不正を直すというようなところから始まっていって、うん。まあ、何年か経って何十年か経つと、 なんとか革命って言われているようなものになっても、うん、おかしくないのかなっていうような気が、うん。だってさ、あそこまで、その、なんだろう、投資会談とかでも、あの、幹事長の会談かな、であっても、踊り出しちゃう幹事長とかね、普通変ですけど、でもそこを、 いうものを全て評価して若者たちとは限りませんけど、あのー、皆が票を入れた結果がこうですから、これあくまでも国民の相違というか、相違というまでもなく、相違っていうわけではなく、うん、国民が決めたことですからね。うん、これはあのー、この後、うーん、ガーシーが何かその、いろんな政党から求断されるのか、そういうのはよくわかりません。 公職選挙法違反でなんだかんだって言われるのかもわかりません。うん。まあ、ただ、僕が知ってる限りは、受からないと、なんかそういう公職選挙法違反によくつつあ、あの、つつかれる人たちはいたような気がしますけど、まあ、受かってるんでね。もしかしたら、この、ここにもリンゴさんから詳しい革命だって出ていますけれど、うん、ある意味、こういうところから、そういった、 革命的なものは始まっていき、若者たちの熱意が政治に反映されていき、世の中が変わっていくというのは、うん、もしかしたらあることかもしれないと。いや、それは僕の友達の芸能界の人たちはみんな嫌がってますよ。うん、この間あの、うん、恩事教の会長、理事長と、滝藤さんと話しましたけどね、そりゃあみんな嫌がってますよ。アーティストと話しましたけど、みんな嫌がってますよ。信じられないと。でもね、 でも、まあ、ガーシーが言ってることは全て本当か嘘か別にしといてね。別にしといて、そういうことが今まで日本では、うん、そのマスコミに出なかったり、うん、あのー、なんだろう、ガーシーのおかげで、そういうことが世の中に出てきたりしてきたことも事実だし、経済界にまでそれが波及して、言いたいとはこれ政治家にも、 こういうことが出ていくかもしれないというね。なんとも恐ろしいっちゃ恐ろしいんですけど、一体みんなどうするんですかね政治家の人たちも経済界の人たちも。いや、僕も含めてですよ。うちの会社も含めて、うん、あのー、晒されるようなネタや行為をすると、うん、そういう風になるという時代なんですね。うん、時代だと思いますよ。 だって僕でさえこういうね、なんだろう、チャンネルを持ってるわけですよ。まあ、ガーシーの、なんだろうな、100分の1もいませんけど、それでも、ある程度の発信力はあるわけですから。うん。だから、週刊誌、どうするんですかねおそらく、僕でさえですよ。ものすごい、その、垂れ込みネタ情報がいっぱい入ってきますからね。僕でさえですよ。 だからガーシーンとかものすごい量入ってるんじゃないですかね。だからもう、まあ、うん、ぶっちゃけ言って本当のこと言うとね、20年前の自分だったらガーシーンにさらされても全然おかしくないと思うよ。待、うんまあ、って、その頃はまだ若いし元気だったからさ、やんちゃなこともしちゃってたし、でもね、今現在僕全くないんで、 その、また文春新潮は何十年前の話出してくるかもしんないけど、俺何十年前の話について全部解説していこうかなと思って。うん、この記事は実はこうだったよ。この後裁判勝ったけど、そんなことは何も触れてくれなかったとかさ。そういうことをもまあやってもしょうがないし、習慣し相手にしてもしょうがないんで、そういうことではなくですね。 あのー、まあ、ぶっちゃけはぶっちゃけでいきますけど、まあ、うん、お酒もそんなに飲まないでもお話もできますし、いや、お酒飲んでやってる方はね、みんな面白いかと思ってたんですよね、そうでもないっていう話も意見も多いんでね、うん、まあ、あのー、これからもその、 たわいないことをベラベラ喋っていきますよ。時事ネタにせよ。芸能ネタにせよ。うん。そういったものに対して自分が思うとこっていうものを話していければいいんじゃないか。まあしばらく休んでいたのはちょっとただの休憩です。別にどっかのなんどっかのなんだネットで記事が出たとかそうだとか関係ないです。うん。まああのー、まあやめ、やめてもいいかなと思いまして、だってやってる理由があまりないし、僕がこれをやることによっていろんなところが心配するから。 うん、松原さんは真面目に音楽の話をしていた方がいいっていう人もいるし、でも僕にとって今音楽っていうのは興味の一つであって、別に音楽以外の興味がたくさんあるんで、僕はスタイルはあまり変えないで、ただね、なんか、ストが、ぶーとか、ぶつぶつぶつとかね、そういうこと言うとね、うんそういう本意ではないんですけど、もうシャレで言ってもああいう文字面にするとああいうきつい文章になる。 それについてまたいろんなとこがガーガー言う。うん。だから別に言わなきゃいいだけなんで、言っちゃったら間違えちゃったって言えばいいだけなんで、あまりテンションも変えずにやっていきますよ。はい。